ジュゼッペ・ピーノ・グレコは、イタリア・シチリア島のチャクリで恐れられたマフィアの殺し屋。チャクリを牛耳っていたミケーレ・グレコの甥、い。靴と、あだなされた父親にちなんで、小さな靴と、あだなされた。コルレオーネ氏を仕切っていたオジのミケーレ、サルバトーレ・リーナの指示に従って200人以上を殺している凶暴な殺し屋で、AK-47 を使い、好んで顔を撃ったことで知られる。 彼に殺害された著名な人物としては、ステファノ・ボイターで、サルバトーレ・インツェリロ、ピオラ・トッレ、カルロ・アルベルト・ダ・ラ・キエーザなどが挙げられる。なお、1981年には、サルバトーレ・コントルノを殺害しようとしたが失敗し、コントルノは、後に、情報提供者となった。殺し屋としては、カリスマ的な人物で、若いマフィオソの中にはピーノを崇拝している者も,もいた。 マフィア組織の兵隊から幹部クラスまで出世した。ただコーサノストラの掟などを重く考えずに、会合などに出席せず、代理人を生かせたりすることで、サルバトーレ・リーナの反感を買っていた。1985年秋、リーナの指示により、ヴィンチェンツォ・プッチョとジュゼッペル・ルッケーゼに自宅で射殺された。遺体は彼の仲間に拷問。 殺害された犠牲者同様、3で処分され、地中海に捨てられた。イタリア当局は、1986年から1987年にかけて行われたマフィア幹部の大裁判において、58人の殺害容疑で、本人不在のままグレコに、終身刑の判決を下したが、1988年になって、情報提供者、 フランチェスコ・マリーの万の矢の証言により、殺害されていたことが判明した。ミケ・レグレコの死後、リーナは、友人で後に、情報提供者となったサルバトーレ・カンチェーミに、狂人に効く薬が見つかったのはわかるだろう小さな靴は殺したよ。あいつは、頭がおかしくなったからだと語ったという。ありがとうございます。